今日も完封負けいいう結果になってしまいましままた今日のことを言うとやっぱり野村のカットボールシュートボールに対して安心打線がそれに対応できなかったっていうのが一番かなとカットボールもやっぱりコースにきっちり1回2回3回までは投げれてたっていうところに野村のピッチングは光ったのかなという感じで思います安心打線から言うとあんまりこうインサイドに厳しいボールをこう今まで投げれてないっていうのが すごいこう僕の中ではあるんですが、でも今日の野村に関してると、やっぱりスピードがない分、やっぱりコースにしっかり投げれてたってことで、やっぱり左バッターがみんながもう詰まらせられたっていうピッチングになってしまったと思う。それでやっぱり6回までゼロ、本当に野村のナイスピッチングが目立ったのか、阪神打線がダメだったのかっていうまあゲームになってしまうんですけども、今日は。 本当に野村、広島のリレーで完封されたというところにあるのかな、やっぱりホームランとか出ない限りは3本や4本じゃやっぱり勝てないんで、結果的にフォアボールも少なかったしっていうことになってしまう、その辺が今の阪神打線のちょっと弱みにあるかな、いつも前半の話をするんですけども、やっぱり前半はフォアボールを出して、それをこう自分のチームがしっかり打てて返してきた。 勝ちゲームが多かったんですけど、ここ来てフォアボールとか出すピッチャーが結構少なくなってきてるんで、そういう相手がくれたチャンスを生かせないっていうのがあるんで、それはやっぱり今度自分らがチャンスを作らないといけないっていうゲームにしないといけないんだけども、なかなかランナーが出れないっていうのが今の現状かなっていう感じします。その辺が今日のゲームにも出たかなと。 野村にしても、今日で西で2試合目のピッチャーに対しても、やっぱり打てなかったというのは、やっぱり打線の分岐しかないのかなという感じがします村上に関して言うと、まあ、ホームランとタイムで言うと、まあ、そこのカーブはちょっといただけなかったけども、小供のホームランはまあしょうがないかなやっぱりしっかり振られた、でも前半からちょっとね、フォークボールは落ちてなかったのは確かである。 そのボールを頼っていくと、こういう結果になるかなっていうのもある、キャッチャーもその辺を把握しながらも投げないといけないっていうのはあるんだけど、やっぱりアウトになってるけども、フォークボールが落ちてないっていうのは、今日の前半のピッチングだったかなとて感じします。まっすぐはいつも通り、それなりに投げれてたかなと、やっぱり見送りもあるし、そういうピッチングできた変化球に関して言うと、今日はあんまり良くなかったのかなっていう。 だから、まあ、追い込んではいないけど、やっぱりそれを西川のカーブを打たれたっていうのは、やっぱりこう技術のあるバッターは、カーブ打つのは結構うまいんで、それをまあ3点目取られたっていうのは、ちょっと痛かったかなというふうな感じします最後の4点目も、た人が悪かったために、まあ、サードランナーがホームに来た4点目、その辺をどう考えても、まあ、ピッチャー的にいくと、4点じゃしょうがないかなと思うんだけど、やっぱり。 毎回なるんだけども、やっぱ打線の奮起しかないかなというようなゲームになってしまった。まあ最後、大山はツーベース打ったけども、ちょっと遅いかなという感じ。 佐藤も一本出たけども今日くらいの野村のボールであればまあ打てないといけないかなと感じもするんで実際的に見る限りは佐藤に関して言うとやっぱりいい範囲にまあまあ今までだったらバット出そうなところもスピードないために見逃してたまああれも150キロ出るピッチャーに対してにあそこを見逃せたらストライクゾーンに投げてるのを打ってればきっとも出てくるんじゃないかなという感じもします今日も一本出たんで明日からまあ頑張ってほしいの今日はまあはっきり言って完敗だと思います まあそこにつけるね今の打線であればちょっと厳しいかなっていうのもあるまあ2点ぐらいならまだまだってね元気な時は思うんだけども今はちょっとそういう雰囲気がちょっと打つ方にないんでもうちょっとまあ俺様で頑張ってくれないと本当にいいピッチャーが来たらなかなか打てないような気がする。今のこのこメンバーで まあ戦っていくしかないまあ、そこにね、メイスとか入ってきてどうするかっていうだけであってこれは佐藤来たことによってもう本当に今は前側がいるんでまあ、レフトに誰を変えるかもうそれしかないんで今は前側なんかヒット打ってるんで変える必要もないしまあ今のオーダーで行くのがベストかなと思うノイジもね、ちょこちょこヒットも出てきてるんで変える必要もないしっていうところになっていくよねだから今出てるメンバーがどれだけその 相手のピッチャーをどうやって崩すかっていう考えてくれないと、なかなかツ路は見いだせないのかなっていう感じもするけど。<music> そんなに変わっちゃないけど、ヒット打たれたらもう高いとかね、もうそういうところにしかないの、ね、まあ、スライダーったらカットボールだと思うんだけど、だからなんでそのカットボールがいいのかどうかよく分かんないんだけど。 結局変化しないボールを投げて反則球で打たれてるっていうのが一番なんだけど、もう150キロ近く出るまっすぐのあるにもかかわらず、そういうボールを選んでるっていうとこがよくわかんないんだけど、結果的に、まあ、対左でそういうボールをまっすぐのタイミングで打たれてるんだったら、もっと大きい変化を投げれるピッチャーであるんだから、そういうボールもカットボール悪いとは言わないけども、もっとその右手一本でね、空振り取れるようなボールも、 対左に返してね、あるわけだから、そういうのをもっと使ってもいいんじゃねえかなと思うんだけど、どういうわけか、今のキャッチャーそのカットボールっていうのを、いいボールだと思ってるのか、よく、俺の中ではよくわからん。それよりも、もう150キロ出るまっすぐの方がファール取れるとか、思わないのかなと思っちゃうんだけど。 俺は別に、まあ、どっちでも、まあ、いいと思ってるけど、梅野が負けてるけど、結果的に投げるピッチャーがそこに投げきれてないっていうのもあるし、最終的になんでこんなところに行くのっていうのもあるけども、たまたま最初はその大竹と村上が、たまたま坂本と組んだらうまくいったっていうことになってるのかなっていう考えもあるし。 俺なんかでまあまあ投げるピッチャーみんな若いからその辺がどうなのかなってあるけどやっぱりあの投げるピッチャーは配球もあるけど投げやすい構えとかもあるんでまあその辺もどうなのかなと岡田監督っていうのは自分の決めたことを結構通すタイプだから最初はまあ梅野で行くってまあ言った手前あの性格だとなかなか変えないっていうのも一つあるのよ。 な昔鳥谷っていうのがね1年目で入ってきてまだオープン戦もやってない時から鳥谷で行くっていう風に言ったらもう変えないところもあるんでまあそういう意地の部分もあるだからそれはまあ今年に関して言うと勝ったから負けたじゃないけど俺は海野で行くっていうのが監督の,その性格で使ってると思う。 それはファンの皆さんが思うことであって、まあ、監督の中ではそんなのないかもしれない負けてるとみんながそう思うだけであってそれはだから一概には言えないし最終的に権利あるのは監督だからもう監督がどういうふうに使ういくら負けても海のでいくったらそれで通さないっていくる <music> まあ俺なんかはあ,のある程度ベテランになったらピッチャーに聞くけどキャッチャー誰がいいっていうどっちがいいとか聞いて 使ったりはするけどそこまでまあピッチングコーチは多分聞いてはいないと思う。一応本人がやっぱり勝ってもらわないといけないから投げたいキャッチャーを優先してやろうとは思う。で俺は全然まあいいと思ってるよ。年然今まだまだまあ勝ってる試合もあるわけだから、それの辺は IQ 的にはいっぱいあるけど、どうなのかなってのもあるけども、別にそこまで断ってはいない。これを反対に 大竹と村上を梅野にしたらどうなるかってなんで考えない負けてる方ばっかり考えないじゃあ坂本と交代して梅野と大竹と村上を組んだ時にあのコントロールあったら梅野でも抑えるかもしれないっていう考えもあるわけよ。今は坂本はそのコントロールいいピッチャーを受けてるからこんだけのピッチングできてるけど梅野の書いても梅野のまあ コーースにちゃんと投げれれるるピッチャー来たら抑えるかもしれないでそのコントロール悪い方を西潤とかそれを坂本いったらどうなるのってまあ何回も言うか配球的には梅野もうんっていうどこの方が多いけどもでもあんまりそういうふうに負けたからどうのこうので場所をっていうのはあんまりこう言いたくないし監督の性格を考えたらさっきも言ったけど最初決めたら結構変えない性格だから周りで何言おうがちょっと難しいとこもある。 もしね、その岡田監督の成果がそうじゃなかったら、もうとっくにだから、違うピッチャーとはもう坂本を使ってると思うよ。こんだけ坂本で二人であんだけ勝っててあ、梅野に行ったピッチャーは勝てないわけだから、じゃあなんで坂本で行かないのって、その本人の意地だと思う。もうそれしか考えられない。その意地はいらないと思うけど、やっぱり勝ってるキャッチャーでね、行きた方がとは思うけどね。だから開幕する前から梅野は、 まあレギュラーみたいなことを喋っちゃったから、まあ、それは自分のあれを変えたくない性格だからもう俺も2年間一緒にやったけど、まあ、そういうとこあるそこはだから使う方は難しいのよならもっと早く使っとけばいいのにって言われたくないのも多分あるしだから今んところは大竹と村上だけは坂本でそれ以外は全部梅野っていう考えだと思うから。 の間まあまあ良かったからまあまた落ち着いて投げればっていうのもあるけどね去年のみたいに勢いまで村上はいかないと思うからそんなに警戒してまあファーボールとか出さないでそれよりも外国人の方を警戒する方がいいかなと思っちゃうんだけどね。